かねこの方の登場です。一部では本当に日本の宝、大江健三郎さんが講演してくださいました。二部ではこの方です。京都原子炉実験所助教、小出博明さんです。埋め尽くすということの皆さんが福島のことを忘れないでこの場所に集まってくださっているということに大変ありがたいことだと思います。今日は私は福島を忘れないということを一つお伝えしたいというか皆さんと共有したいと思いますし、福島のこと、それは全てにつながっているという話をさせていただきたいと思います。始めます。これは皆さんもご存知の通りの、福島原発の写真です。原子炉は1号機、2号機、3号機、4号機と並んでいましたが、1号機、2号機、3号機は運転中に事故に遭遇しまして、全て炉心という部分が溶け落ちてしまいました。今その炉心がどこにあるかもわからない、どうしたらいいかもわからないという中で、10時に及ぶ下請け、孫請けという労働者たちが今この一瞬も放射能相手に戦っているというそういう状態です。4号機の方は当日運転はしていませんでした。それでもこのように爆発して建物が吹き飛んでしまいましたし、いまだに使用済み燃料プールという中に大量の放射性物質を抱えたままいつ落ちてしまうプールが落ちてしまうのかわからないという困難な状況の中にあります。2011年の暮れに当時民主党だった野田さんが事故の収束宣言なんていうものを出したわけですけれども、残念ながら事故はもう全く収束してないのです。今現在も危機は続いています。運転中だった1号機から3号機、それは溶け落ちた炉心がどこにあるかもわからない、ただひたすら水を入れ続けて冷やすしかないということを2年半にわたって今日までやってきました。しかし水を入れてしまえば汚染水になって溢れるのは当たり前なのであって、マスコミが最近になって汚染水が大変だと言い始めたわけですが、私としては何を今更と思いました。2011年3月11日からずっと汚染水は流れ出ていたのです。これからもそうですし、ずっとこれまでもなんとか汚染を食い止めようとして戦いが続いてきて、労働者が被爆をしてしまっているという状態が続いています。これからも何十年もその作業を続けなければいけないという困難なことです。そしてすでに大量に放射性物質が撒き散らされてしまって、今日も福島から来てくださっている方はいらっしゃると思いますけれども、何十万人もの人たちがふるさとを追われてしまったのです。生活もコミュニティのつながりも全部が破壊されて流浪化してしまうという、こんなことは戦争が起きても起きないというぐらいひどいことが今現在続いている。そしてこれがまた何十年も続かざるを得ないという状態になってしまっています。そして先ほど見ていただいた4号機ですけれども、建屋が爆発しまして、炉心の中にあった使用済み燃料も使用済み燃料プールというところに入れられていたのですが、そのプールは宙吊りのような状態になって今でも存在しています。そしてそのプールの底には広島原爆に換算すれば多分1万4000発というぐらいに相当する膨大な放射性物質がまだ宙吊りのプールの中に眠っているという状態です。なんとかそれを早く、一刻も早くなんとかしなければいけないのですが、いかんせん何かをしようと思うと労働者が被爆をするしかないという、そういう状態の中で今でも苦闘が続いています。では今まで一体どれだけの放射性物質が環境に漏れてきたかというと、今から私は皆さんに見ていただこうと思うのは IAEA という呼ばれている国際的な原子力推進団体、原子力マフィアの
一つの組織である IAEA という組織があるのですが、その組織に日本国政府が報告書を出しました。その報告書の中に大気中に放出したセシウム137という放射性物質の量が書き込まれています。どの程度だったかということをお見せします。まず左の下に黄色い四角を書きました。これは広島原爆が大気中にまき散らしたセシウム137の量です。数字も書き込んでありますが、多分皆さん全然ピンとこないと思いますので、数字は無視していただいて、結構です。ただしこの黄色い四角の大きさだと思ってください。では福島の第一原子力発電所からどれだけのセシウムが噴き出してきたかというと、1号機だけで広島原爆6発分から7発分噴き出させました。なんといっても悪いのは2号機だと、こんなに噴き出した。そして3号機もやはり噴き出させて、当日運転中だった1号機から3号機を合わせると広島原爆の168発分をすでに大気中にばらまいたと日本国政府が言っているのです。しかし私はこの数字が必ず過小評価だと思っています。なぜかといえば、この事故を引き起こした直接の責任は東京電力という会社にありますが、その東京電力にお前の原子力発電所は安全だ、安全性を確認したと言ってお墨付きを与えたのは日本国政府などであって、重大な責任があるし、私は責任という言葉は甘いと思います。犯罪と呼ぶべきことをやったわけです。ありがとうございます。犯罪者が自分の罪を軽く申告する道理はないのです。できる限り、ごめんなさい、重く申告する道理はないですね。できる限り軽く見せたいと言って弾き出した数字がこの168です。多分これの2倍か3倍だと私は思います。つまり広島原爆がまき散らした放射能を400倍とか500倍もすでにまき散らしてしまったという事故だったことです。大変な事故なのです。これはそのためにどんな汚染が生じたかということも日本国政府が地図を示しました。福島第一原子力発電所はこの位置にあります。西側は土地ですし、東側は海です。そして日本というこの国は北半球温帯というところにありますので、基本的には偏西風という西風が吹いているのです。福島第一原子力発電所から大気中に放出された放射性物質はほとんどが西風に乗って太平洋に流れたのです。日本というこの国にとってはありがたいことだと思います。しかし風ですから、北風の日もあった、南風の日もあったということで、日本の国土もこんな風に汚れたのですね。今日この汚染を詳しく皆さんに聞いていただく時間がありませんが、福島第一原子力発電所の北西の方に赤黄緑の帯がずっと伸びているのが分かっていただけると思います。ここが猛烈な汚染地帯です。民主党が政権を取っていた時代に、一番初めは福島第一原子力発電所から3キロメートルの範囲の人たちに万一のことを考えて避難しろという指示を出しました。しばらくしたら10キロメートルの人に対して万一のことを考えて避難しろと指示を出しました。その次にすぐにまた半径20キロメートルの人に対して万一のことを考えて避難しろと言いました。そしてバスを差し向けて住民を避難所に連れて行った。でそれっきりも住民は帰れなくなってしまったわけです。しかし汚染を、猛烈な汚染を受けたのは20キロでもとどまらない、30キロでもとどまらない、なんと40キロ、50キロという離れたところまでが猛烈な汚染を受けてしまいました。この40キロ、50キロ離れたところには福島県の飯舘村という村があります。原子力発電所からは何の恩恵も受けない、自分たちの村は自分たちで作ると言って長い年月苦闘を続けて、日本一美しい山村と自他ともに認めるほどの村を作り上げました。しかしその村が何の警告も受けないまま猛烈な汚染地帯に巻き込まれて、住民たちはその汚染地帯の中で被爆をまずしてしまって、数ヶ月経ってからお前のところが汚れてると教えられて、今全村離村です。こんなことが起きていいことなんでしょうか。この赤黄緑のところは面積にすると
ると約1000平方キロメートルあります。琵琶湖は 1.5 個入ってしまうというそれほどの広大な土地がすでになくなってしまったんです。かつての戦争で日本は負けました。負けたけれども国や群れで賛がありだった。国家なんてものが負けたって大地があれば人々は生きられるということだったわけですが、この範囲はもう人々が生きることすらできないということにされてしまったのです。戦争が起きたってこんなひどいことは起きないということが今もうすでに発生してしまっています。そして福島県を中心にして青く塗ったところが東北地方関東地方にずっと広がっているのを分かっていただけると思います。そしてその青の周りにくすんだ緑があります。福島県で言えば会津の方もそうですし、群馬県の西部、宮城県の南部も北部も岩手県の一部もあります。茨城県の南部、千葉県北部、東京の一部にもありますけれども、こういう ところ色のところはですね、現在の日本の法律を照らすならば放射線の管理区域にしなければいけません。普通の皆さんは入れないんです。私のようなごく特殊な人間だけが立ち入っていいと許されるのが放射線管理区域ですが、その場所に私が立ち入った途端に水すら飲めなくなるというのは放射線管理区域です。それがこんな広さで常に生じてしまったということになりました。こういう状態を見て日本の国は一体何をしたんでしょうか。これまで日本の国は法治国家と自分のことを呼んできました。国民が何か悪いことをすれば国家はちゃんと処罰すると、しょっぴいて言って、処罰するから日本の国の中には悪いやつはいないから安心しろと言ってきました。それなら法律を作った国家が法律を守るのは最低限の義務だと私は思います。そして国家が被爆とか放射能について決めた法律だってたくさんあります。例えば一般の人々、今日この会場にいらっしゃるほとんどの方々は1年間に1ミリシーベルトという被爆医療にしてはいけないし、させてもいけないという法律があったのです。そして今放射線管理区域のことを聞いていただきましたけれども、放射線管理区域から何か物を持ち出すときには1平方メートルあたり4万ベクレルを超えているような汚染物はどんなものでも持ち出してはいけないという法律もあったのです。しかしさっき見ていただいた地図で青いところは1平方メートルあたり6万ベクレルを超えてすでに汚れている、くすんだ緑のところも3万ベクレルを超えて汚れているんです。それも放射線管理区域の中で汚れた私の実験道具ではない、私の実験器ではない、大地そのものが全部汚れてしまったと言っているのです。それを見て日本の国は何をしたか。私は先ほど犯罪者だと呼んだわけですけれども、その犯罪者たる日本の国は自分が決めた法律の一切を保護にしてしまいました。1ミリシーベルトなんていう基準はもう守れない、20ミリシーベルトまでと被爆は我慢しろと、放射線管理区域の基準は超えているけれどもそこにみんなすべてということにしてしまいました。今逃げている人に対しても帰還しろというようなことを言っているわけです。逃げたいやつは勝手に逃げろと、国は何にも知らないというようなことを言っています。犯罪なんじゃないですかこれは。今日福島の原告団の方々もたくさん来てくださっているんですけれども、ここまで来てなんで罪を裁けないかと私は思いますし、絶対にこの事故を起こした責任のある人たちを処罰していかなければいけないと思います。先ほどのこのニュースペーパーの方もおっしゃってたけど東京には原発ないんですね。これは東京電力 のパンフレットから取ってきた図ですけれども、東京電力は東京湾にたくさんの火力発電所を作りました。当たり前ですね、東京湾周辺でたくさんの電気を使うわけですから、
電気をそこで作るのが一番効率がいい。送電路線も何もないわけですから、東京湾に作ったわけです。そして皆さんも東京電力の多分電気を使っていた方々だと思いますが、東京電力は、では原子力発電所をどこに作ったかといえば、福島第一、第二、そして柏崎刈羽という。これは東京電力と何の関係もない地域だ。です。この関東地方のこの部分が東京電力が給電の責任を負っている範囲ですけれども、それとは全然関係ないところに原子力発電所を建てたんですね。万一でも事故が起きたら大変だということでこんなところに建てた。そして事故が起きてしまえばこういうところの人たちが苦難のどん底に突き落とされるということになってしまっているわけです。そして今彼らはこの事故をなかったことにしようとしています。日本ではこれまで58基の原子力発電所が作られてきました。その全ては自民党政権が安全性を確認したと言って建てたのです。福島第一原子力発電所もそうです。安全性を確認して建てたのです。その原子力発電所が事故を起こしているのに今自民党政権安倍さんですけれども安全性を確認して今止まっている原発を再稼働させると言っているんですね。誠に正気の沙汰ではないと私は思いますし、安倍さんはさらには新しい原発も作る、そして海外に原発を輸出するというようなことまでも言っているわけです。そしてそれをやるためには福島の原発の事故を忘れさせるということが彼らにとって必要なになっているんだと思います。マスコミもそれにどうも乗っているようですし、福島のニュースはどんどん少なくなってきて、被災者の方々がどれだけ苦しんでいるのかということに関しても報道はほとんどなされなくなってきていると思います。そうであれば私たちに必要なことは福島を忘れないということだと思いますし、私もそうしたいと思いますし、今日この会場にいらっしゃっているくださっている方々、その思いでここに集まってくださっていると思いますし、これからも福島を忘れないということで、ぜひともお願いしたいと思います。それからですが、福島の問題はもちろんとてつもなく重大な問題です。しかし原子力の問題というのは単に安全か危険かという問題ではありません。もともと日本が原子力をやろうとした動機は核開発です。ここに我が国の外交政策大綱という書類文書があるんですが、その中の一節をご紹介したいと思います。こう書いてある。核兵器については NPT に参加すると否とに関わらず当面核兵器は保有しない政策は取るが、核兵器製造の経済的技術的ポテンシャルは常に保持するとともに、これに対する請求を受けないように配慮する。また核兵器の一般についての政策は国際政治経済的な利害特質の計算に基づくものであるとの趣旨を国民に啓発すると、すでに1969年にこういう方針を立てて原子力を進めてきたのです。ある時には外務省の幹部が新聞のインタビューでこんなことを答えている。個人としての見解だが、日本の外交力の裏付けとして核武装の選択の可能性を捨ててしまわない方がいい。保有能力は持つが当面政策として持たないという形でいる。そのためにもプルトニウムの蓄積とミサイルに転用できるロケット技術は開発しておかなければならないというのです。誠に見事だと私は思います。原子力の平和利用だと言いながら日本はどん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 プルトニウムを蓄積して懐に入れてきました。すでに日本には45トンのプルトニウム、分離されたプルトニウムがありますが、それで原爆を作れば4000発作れてしまう。そしてつい先日はイプシロンというロケットを打ち上げようとしました。その前は H2 ロケットをたくさん打ち上げて
ですね。それを全てミサイルに転用できるロケット技術を開発するということでやってきたのです。日本国内では例えば朝鮮民主主義人民共和国が人工衛星を打ち上げる、そのためロケットを打ち上げるんだと言って ICAO という国際的な団体に申請しました。そして申請した通りにロケットを朝鮮民主主義人民共和国が打ち上げた。それをに対して日本という国は実質的なミサイルを打ち上げたというんですね。撃墜する場合もあるというようなことを言う国でした。何のことはない、日本はたくさん H2 ロケットで何でも打ち上げてる、それはじゃあ実質的なミサイルでないのかと、むしろ私は聞きたくなります。朝鮮民主主義人民共和国が核兵器を作った作らないということがまあありますけれども、私は実はまだ彼らは作ってないと今でも思っているのですが、どうせできたとしてもするはずです。それなのに日本はもうすでに4000発も作れるだけの材料を懐に入れているという、そういう国なんです。今世界を支配しているのは国連です。国連というのは英語で言えばユナイテッドネーションズです。かつて日本と戦った連合国が今世界を支配しているわけです。で、日本は戦争で戦った国ですから、国連憲章の中には敵国条項というのがあって、悪い国には、特別 の、まあ、制裁というかやり方を取っていいというようなことが未だに国連憲章の中に残っているのです。その国連の常任理事国は米国、ロシア、イギリス、フランス、中国ですけれども、たくさんの連合国があった中でなんでこの5カ国だけが常任理事国になれているかといえば、核兵器を持っていたんです。核兵器を持つということは現在の支配、世界を支配するために決定的に重要なファクターになってしまっているという、そういう世界があります。そしてこの5カ国は核兵器製造するための中心三技術というのがあります。ウラン濃縮、原子炉再処理という3つの技術ですけれども、その全てをもちろん持っています。自分は持っているけれども、他の国にはそれを持たさないということで核不拡散条約を作って自分たちだけが独占できるようにする。そしてさっきもちょっと出ました IAEA と言っている国際的な原子力マフィアを使って他の国を監視するという、そういう体制をずっと作ってきました。しかしそういう体制の中で核兵器保有国ではなくて中心産技術の全てを持っている国が世界で1カ国だけあるんです。どこですか？日本ですよね。日本という国は平和利用だということを言いながら実質的な核兵器保有国にすでになったと、非常に特殊な国なんです。そのためまた日本はさらなる悪事を働こうとしています。昨年の6月に原子力基本法というものが改定されました。もともとの基本方針にはこう書いてありました。原子力利用は平和の目的に限り安全の確保を旨として民主的な運営のもとに自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し進んで国際協力に資するものとすると書いてあります。なんとなく、まあ、文言は綺麗だに読めますけれども、平和の目的に限りなんてあっても実質的には核兵器を開発するためにやってきたということは今聞いていただいた通りです。そして去年の6月にこんな文言を付け加えました。全国の安全の確保については確立された国際的な基準を踏まえ国民の生命健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として行うものとする。安全保障ということは皆さんよくご存知だと思いますけど、日米安全保障条約というような名前がある通り、要するに軍事的な専門領域です。つまり日本は原子力をやるにあたって安全保障を目的としてやるんだということまで日本の政府が踏み込んできている。つまり日本というこの国が核兵器を持つか持たないかということは政策の問題だし利害の確執の計算に基づくものだということを国民にちゃんと知らせようということを多分やり始めたということだと思います。私は原子力にいる人間として
原子力は徹底的に危険だと思います。こんなものはやってはいけないと思いますけれども、私が原子力に反対しているのは単に危険だからではありません。原子力というのは他者の犠牲の上にしか成り立たないという、そういうものです。差別に基づかなければできないという、そういうものに私は反対しています。もともと原子力発電所で働いている労働者の被爆は9割以上が下請け、孫請けの労働者がこれまでも担ってきました。そこで事故が起きたら大変だということで都会を離れて過疎地に押し付けた。過疎地で事故が起きてしまえば、そこの人たちが最も苦難のどん底に突き落とされる。そして事故の収束に行くのは私の受け孫受けの労働者たちがまた被爆をさせられてしまうということになります。そして仮に事故が起きなくても原子力を使ってしまう限りは核分裂生成物という放射性物質を生み出してしまって、その放射性物質を私たちが無毒化する力を持っていないのです。100万年にもわたってどっかに隔離をしなきゃいけない、そんなことできる道理がないのです。私が死んでも皆さんが死んでも、自民党政権なんてなくなってもなくならないものを残していくということになります。今私たちが原子力を選択するということに何の決定権も持たない子どもたち、未来の子どもたちが毒物だけを押し付けられるということになります。未来犯罪とでも呼ぶべきだろうと私は思います。その上で今聞いていただいたように、原子力というのは核です。核兵器そのものなのです。皆さんは原子力と核は違うものだと思い込まされてきたかもしれませんが、同じです。その核を持つことが世界を支配するための力なのだと、要するに自民党政府もみんな思っているわけですけれども、力の論理で平和が築けるはずがないことです。そのことに気づかなければいけないと思うし、私たちは他の人たちを犠牲にするという、そういう原子力、原子力的なものというものを捨てるということが必要なのだと思います。これはお分かりになりますね。今私たちがいる日比谷公会堂です。私はそこで日比谷公会堂のこの壇上にいます。そして53年前のこの壇上で何が起きたかというと、こういうことが起こりました。音が出ない、すみません、これ全然音が出ていないのですね。平時で家族の力で押し付けようというところに大きな課題があると言わなければならんと思うのであります。会場が大変公共支部でございまして、お話が聞きたい方の耳に届かないと思います。大体この会場の改善ですには、新聞社関係の方が取材に、おいでになったわけですけれども、これも取材の、余地がないほど相談してございますので、この際正式にお話を伺いまして、この後進めたいと思います。それではお待たせしました、どうぞ。選挙の際は国民に要望のある政策は全部捨てておいて、選挙が多数を振ると
自由とか平和とかを守るということは大変難しい、自由や平和を作っていくことも大変難しいことだと思います。今私はここに日本国憲法の全文の全文を、書こうと思っているのですけれども、初めの方にこんなことが書いてあります。政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に損することを宣言しと書いてある。つまり政府がバカなことをやらないように、私たち国民がちゃんと自立して政府を監視するんだ、それを決意したというのが日本国憲法なのです。私たち一人一人がしっかりしなければならない。そうしなければ自由も平和も作れない、また戦争を待ってしまうよということを憲法というふうに書いてある。そしてこう書いてある。平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意したというのです。軍事力によって我らの安全を保障しようというのではないのです。軍隊ではない、諸国民の公正と真偽に信頼して自分の安全を守ろうと決意したというのです。これは大変なことなんです。簡単なことではない、とても大変なことを私たち国民が受け負うということを憲法で書いているのです。そしてこうです。全世界の国民が等しく恐怖と絶望から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するということです。日本だけではないんです。世界中全部の国の人々が平和のうちに生存する権利があるということを認める、一国平和主義でも何でもないんです。世界全体を平和にするために自分たちは軍隊を捨てると言ってるわけですし、諸国民の公正と真偽に信頼すると言っているんです。大変素晴らしい私は憲法だと思います。何としてもこれを守るということも当然ありません。さて、戦争がありました。大本営の発表ばっかりで一般の人々はほとんど真実を聞かされませんでした。いつも勝っている、戦争で勝っている聞かされて、日本は神国だ、天皇陛下がいるから絶対戦争は勝てると言われました。実際の軍隊は完全滅されて亡くなっちゃってる時には、今度は転戦だというような言葉で報道したわけです。ほとんどの日本人は戦争を勝てるだろうと思い込まされた。そして中に反対する人がいると、国家がその人たちを虐殺していくということをやったわけですし、それどころか住民自身がそういう人を裏切るという形で虐殺していったという歴史もあるのです。そんな歴史が一応は終わったけれども、その後でいや悪かったのは軍部だと、俺たちはちゃんとしたことを聞かされなかったからこうなったと言い訳をする人は多分たくさんいたと思います。でもそれは本当にいいのかと私は思います。福島の事故が起きた今はそうです。今日この会場を埋め尽くしているくださっている人たちにしても、福島の事故が起きるまでは原子力がこれほどのものだということに気がつかないで来られた方は多いと思います。もちろん日本の国が安全だと言ってマスコミ全てが安全だという宣伝を流してきたわけですから、普通の方々がそう思っても不思議ではないし、皆さんが騙されたと思っても私は不思議ではありませんけれども、騙されたから無罪だというならまたきっと騙されてしまいます。騙されたことに関しては騙された責任があるだろうと思います。そして私たちは未来の子どもたちから問われるのです。福島の事故が起きた以降お前たちはどうやって生きたかと私は必ず問われると思います。憲法が今危機に損しているときに、その憲法を守ろうとしている人たちももちろんいるけれども、一人一人がどうやって生きたかということを必ず未来の子どもたちから問われるだろうと思います。その問いにきちっと答えられるように私は行きたいと思います。私もそうですし皆さんもそうですけれども、たった一度しか生きられません。人生はどんなことを言ったって一度きりです。皆さんも私も死ぬし皆さんも死ぬ、そのたった一度の人生ですから、
歴史と事実をしっかりと見つめて騙されないようにする。そして自分のやりたいこと思いに忠実に生きていきたいと私は願います。ありがとうございました。終わります。もうそろそろ終わりに近づいてまいりましたけれども、この脱原発1000万人アクション、呼びかけ人が最初にご紹介しましたが9名いらっしゃいます。で、今日お越しいただいています方にご挨拶をいただきます。まず作家の沢地久江さんです。沢地さん、どうぞ。どれぐらいの人もいらしてるかよくわからないのは残念ですけれども、満員だと控え室で聞きました。私はあと2つ出ると83歳になるのね。それで、ね、お風呂へ入って、なんだかお風呂へ入るわけいかないんですよ。体で傷だらけなのね。ここにもあるし、ここにもあるっていうんで、もう傷だらけの沢地さんですけれども、今日午前中にクレヨンハウスで話を聞いて、早乙女勝元さんの東京空襲の話を聞いて、そしてその後ご飯を食べていたんですね。皆さんと一緒の席でね。そしたら小さな子供がね、お父さんやお母さんに連れられて来てるんですね。で、すぐそばにいたお父さんの膝の中でご飯を食べている子がいたから関心だなと思って見たんですよね。で、そのうちにその子がこっちを見たんで、私はにっこり笑ってるんです。そしたらね、その子がパッて2つ声を出したんですよね。で、私と今日朝から日比谷公会堂でちょっと話をするっていうのは難しいなと思っていたから、香りなんかそんなことが書いてあるかと思ったんで、こんな V サインを小さな子がするからね。そしたらその子がね、しばらく経ったらね、小さいって言うんですよ。いや、私はやっぱりこんなに張り詰めた気持ちでいるのは良くないと思いましたね。全くゆとりがない。でもね、やっぱりね、私たちゆとりみんな今日よく笑ってるからね、やっぱりいいなと思ってはいますけれども、でもね、よく考えたら福島のことは完全に忘れようと、忘れること、もう問題に取り上げないことでなかったことにしようと思っている政治家がいて、財界なんて学者がいるわけですよね。で、福島の人たちは何にもいいことがないじゃありませんか。保証金っていうものが予算から出たと思っていたら、ほとんど福島のためには使われないで、いろんなところの道路工事とかに使われている。こんなバカにした話はないと思うけれども、でも私は早くから民は捨てられると機敏になるなと思っていました。私自身の敗戦体験でまさに機敏というものをよく味わいました。で、日本の政治というのは常に機敏を繰り返してきた政治なんですね。で、原発は平和であり、そして危険はないと散々言ってきたにもかかわらず、2年半前に事故は起きた。そして私は日本のふるさとを殺したと思いますね。で、それをね、今さら取り返しがつかないとしたらば、どうすることができるかといったら、まず原発はやめるということを国の標的なことで決めた方がいいですよね。それを決めなければ何も進まないですよね。で、散々と停電するって言って脅かしてきましたけれども、今年はもう日本、東京だけではなくて日本中が大変かつて知らないほど暑いんですよね。で、クーラーがよく使われたんですよ。それでもどこかがそのために停電したという話はないですね。でね、停電って言って脅かした人たちは何にも言わないで知らん顔してて、私なんかもう誰が停電って言ってるかってちゃんとこう確認するべきでしたけれども、その時に声を合わせていった人たちは今知らん顔してるんですよね。でもどこが停電してしまいますかということを問いたい。で、私たちは原発に反対するということは少々生活が不自由になることも覚悟しなきゃならないですね。
で今アベノミクスなんて言ってるけれども、生活を預かってる人はよくお分かりですけれども、物価は地道で上がってきて、私たちの明日というものは個々 の、 その人間の命としても明日の保証はないですね。その原発が依然として何をするか分からない、そして水がどんどん出ているという状態ですから分からないけれども、経済的に私たちはあと2年後に今持っているお金が紙切れになってしまって、あの生活に途方に、なんて言ったらいいですかね、その生活にも行き詰まるというふうな事態が予想されるわけですね。で誰も安倍さんなんか支持していません。でもね、選挙をすると残念なことにあの人は自民党は出てくる。だから石破なんていう人も出てきてすごいことを言ってますよね。そのシリア の、 あの武力制裁に、あの国連の調査を待たずにアメリカは踏み切ろうとしてる。だけどイギリスがあの議会でわずか15票の差でしかないけれども武力行使を否認した。これはね、あの首相がいくら一生懸命やってもね、あのみんなの意思というもの、つまり政治家というのは単にそこに一人がいるんじゃなくて、選挙した人たちを後ろに背負っているわけですね。そしてその議会で否認されたということはね、今 の、 あのイギリスの首相にとっても非常にこれは力強いことなんですね。だからオバマ大統領に対してイギリスは参戦しないとはっきり言えたんですね。でオバマさんは非常に強硬な姿勢だけれども、イギリスもそれからドイツも頼みにする国、もちロシアとそれから中国もそうですけど、そういう中で武力行使は私はアメリカはできないだろうと思います。それはなぜかといえば、すでにあのアフガニスタンその他で武力介入することで事態が紛糾するだけで犠牲者がいっぱい出るというようなことをもう知っている、通っているんですよね。で日本はどうするかという問題です。石破さんはアメリカが決断したら日本は同盟国として断固これを支持するということを地方の講演会で発言しましたね。なんで私たちはアメリカ資本で動いている原発に対してあの保証請求もしない国、そういうふうにちゃんと抜け道が作られている法律だそうです。で保証請求もしないし、アメリカがね理由のない武力制裁に入っていってその使った時にそれに直ちに連帯するということは間違えていますね。で憲法を変えようとしています。なぜ変えるか、その解釈拡大解釈で自衛隊をどんどん大きくしてきて、来年度の予算、これです請求額ですけれども、来年度の予算が99兆いくらっていうんですね、100兆に近いですね。でそれから日本の借金は1000兆なんですよ。でその中で防衛費がいくらを占めているかというと、あの4兆いくらですね、約5兆円です。4兆8928億円というのをあの防衛費として請求しているんですね。そして沖縄に対して非常に失礼というか、沖縄に対する態度表明だと思いますけれども、自衛隊は海兵隊的なその軍隊になるためにオスプレイを買おうとしているんですね。それでそれの調査のために1億円計上されて、あの沖縄からね基地がなくなることはないですね。安保条約があり地位協定がある限り沖縄はあのままです。そしてオスプレイ配置されても日本の政府はアメリカに対して何も言わないんですね。でその軍備の話をしていると話が脱線していきますけれども、そういうふうに主体性のないこの国、そしてその原発を止めようとしないこの国に何か方法はないかということをね考えなきゃならないですよね。で私は誰も責任を取らないなんていうことはないと思うんですよね。政府ね、それからその官庁、官僚が学者、その他その今あの原発は必要だ、それからもう一回その貧乏な時代に戻るかと言っているような人たちに、あなたの責任はどうなのかということをね問わなきゃならないけど、ただそうと言ったってみんな聞こえないふりをしているから、私は訴訟を起こせないかと思うんですよね。あのこの事態に対する責任を負う人たちの責任を問うという、そういう訴訟が起こせないかと、そういう方向でまとめてみんなの力をあの一つのものにしていくという方法はないのかと思っています。前にも何十年も前に砂川判決を下した伊達さんという弁護士であった人に、あのどうして国を訴訟できないんですかと、憲法違反は
成立しているのになぜやれないのかと言いましたら、そういう裁判所がないと伊達さんは苦笑いしていらっしゃいましたね。でもポルトガルの話などを読んでいると、ポルトガルには憲法裁判所がありますね。で、日本は憲法にをいじることはありませんし、私たちは反原発ということをきちっとさせて、そしてその責任ある人たちの責任を問いたいと思います。あの水は低きに従って流れるという、だから原発の事故の直後からあの自衛隊 のヘリコプターがとんでもないところで変な水の袋を下げてうろうろしてた映像はもう出ませんね。でもね、水はね、どこへ行ったったら海ですよね。で、あの私は福島やその他あの東北の人たちのというか、今に日本列島全部になりますけれども、漁業は完全に失われて いると思います。大人はね、少々の内部被曝を覚悟して魚も食べますよ。食べなきゃなんないですね。だけど子どもたちにどうするかということを考えたいですね。子どもたちの命、その子たちの命を守るために、今私たちがはっきりと態度を表明して、それがね、その反動的なことをやろうとしている人たちにとって無視できない、いわば胸に刺さった針というか刃のように、実効性を持つ方向へ向かって私は進んでいきたいと思います。こんな感じで、続きまして、同じく呼びかけ人の内橋克子さんです。内橋さん、お願いします。皆さん、こんにちは。今も私はですね、まざまざと思い出す風景がございます。一昨年9月、このさようなら原発の第1回の集会、明治公園で行われましたね。皆さん方の中にも参加なさった方々たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。その会場で私はですね、あるいは皆さん、たくさんの方それぞれわずか5分でございましたけれども、お話をいたしました。私の目の前にはですね、福島からバスでおいでになったんですけれども、幼い子供たちを連れた若いお母さんがたくさんいらっしゃいました。ある福島からの代表の女性の方おっしゃいました。私たちはね、もはや人間ではありません。私たちは東北の鬼です。毎日毎日ですね、天気のいい日にこの子供たちの衣類を太陽に向けて干していいのか、地元で収穫できた野菜をですね、子供たちに食べさせていいのか、毎日毎日洗濯を迫られております。私たちはね、もうすでに見捨てられた東北の鬼だと、人間ではありませんとおっしゃいました。私はですね、この第一回の集会のその時、私も申し上げました。皆さんに訴えました。それはですね、福島の悲惨、福島に学ぼうとしない政治家を二度と再び国会に送ってはならない、訴えました。今現実はいかがですか。皆さん、逆ではありませんか。私はですね、この現実を見て、日本人と言われる人々、私もその一人ですけれども、一体何を考えているのか、毎日毎日怒りの中におります。なんとかミックス、私はフルネームで言わない。なんとかミックスでね、株を少々上げてもらって、それで皆さんの前に雨をばらまいて、雨、甘い雨、その後に何が来るか
無知です。無知、芝生、無知ですね。人々を芝生、無知です。飴と無知を使い分ける。飴は先に、そして無知は後です。その間で選挙がこういう政治手法にまんまとしてやられる。私はですね、福島の悲劇に丸ぼうとしない政治家、二度と再び国会に送ってはなりません。私は心から訴えたんです。3年後まで私たちは政治家を、あるいは政治を選択する自由がありません。何をすべきなのか、そのことについてお話をしたい。振り返ってみますと、前政権、民主政権はですね、私たちの社会のエネルギーの在り方について、原発エネルギーどうするのか、各地でヒアリングを行いました。有識者と称される人々のみになるんです。地域の代表の方々から意見を聞こうと。そうしてですね、人々の意見を集約して、原発、脱原発、原発ゼロ、少し時間はかかるけれども原発ゼロ、社会を目指そうと、私たちそう決めたのではありませんか。そして当時の政権はですね、何をしようとしたか、閣議決定を行おうとしたんですよ。そうするとそれに対して、その寸前、閣議で決定をする寸前にアメリカからですね、待った、かけ、そうこうしているうちに政権交代です。政権が交代してみると何が始まったでしょうか。それだけ記憶の多くの方から、多くの人々から私たちの社会のエネルギーの在り方について、在り方について意見を聞きながら、ヒアリングをして、民意を探って、それを集約して、脱原発を決めながら、政権が変われば一個だにしない、民意、人々の望み、心、希望、それを足蹴にして何をしているか、トップセールス、海外、しかもですね、核拡散防止条約に加盟をしていない国に向けて、原発安全だと、日本製のということで、トップセールスでそれを売り込もうとしております。皆さん、これは民主主義と言えますか。これは民主主義ですか。政権が変わった、民意というものを一蹴して一個だにしない、それで通る、雨は先に、うちは後にという、この政治手法、皆さん今消費税増税、これに向けてですね、何が行われたか、有識者のある人と60人も集めて6日間にわたって集中点検会合をやりました。そしてですね、人々が、有識者と称される人々が、大方は丸をつけた、来年春の消費税増税、それについて丸をつけた、正し書きをつけた人もいるけれども、こういう人々、これを一つの後ろ盾として、消費税増税予定通りやるでしょう。これは阻むべきではありませんか。本当に尊重するのであれば、原発について前政権が行ったヒアリング、その結果をこそ現政権は尊重すべきではありませんか。人々の意見というものが、そのようにして足蹴にさせ、巧みな政治手法、政治の方法、ポリティクス、これによってですね、私たちの希望、社会の希望、多くの人々の悲劇、それが消えていきます。私たちはですね、この瞬間瞬間、現政権が採用している、駆使している政治手法、これをですね、見破らなければなりません。お話ししたいことは、新しい原発安全神話、これが作られようとしているということです。原発やめるわけにはいかない、安全だ、そのうちに
科学技術が進歩してそれで原子力発電、原子力エネルギー安全になりますよと、新たな何度目かの原発安全神話、さらにもう一つ世界で原発がこれからますます勢いを増してくるだろう、その中で私たちの国だけ、私たちの社会だけ原子力エネルギーを持たなくていいのか、こういう新しい原発安全神話が今ですね、たけだけしく、しかし密かにメディアを通じて流されようとしてるんですよ。新たな二度目の原発安全神話です。こういうことにですね、私たちがしてやられてはなりません。私たちは何度も申しますけれども、すでに広島、長崎、福島、十分に悲惨な経験をしたではありませんか。私はですね、そういう意味で現在の政権の飴と鞭を巧みに使い分ける、そうしたですね、政治手法の正体というものを皆様方にですね、しっかりと見届けていただきたい。新たな原発安全神話などに振り回されてはなりません。今小出先生おっしゃいました、20年30年、これはスローですと言います。ゆっくりとやってくる死です。被爆なさった方々には申し訳ないけれども、世界の専門家はゆっくりやってくる万発性の死ということを言ってます。被害は、本当の悲劇は10年20年30年経って人間の体を蝕むんです。許せる、できません。このことをですね、しっかりと申し上げて、今日はお集まりいただいた皆さん方にですね、再び三度心から訴えさせていただきたい、心を同じようにさせていただきたい、こういうふうに思います。ありがとうございます。こんにちは、落合です。もしかしたらこの会場におられる方に私がお伝えすることはもうないかもしれない。この会場を一歩出た9月1日の銀座の街でショッピングをしている人たちを一人一人捕まえて、逃がさないで聞けって言って一緒に考えてください。その方法しか私は思いつかない。3年間政治は変わらないんです。いくら私たちが叫んでもよっぽどのスキャンダルが出ない限り、だから私は祈ってます。スキャンダル出ろ、スキャンダル出ろ、もっと出ろ、お前たちがやってきた悪いこと全部見つけてやるよ。でも週刊誌のほとんどはあっち側を守りこっち側を叩くことにこんなに頑張っているではないですか。これほどこれほど追い詰められた状況の中に私たちがいることを、ここにいれば心地いいです。だってみんな、まさかここに推進派はいないでしょうねみんな反対だ。同じ思いを抱いている私たちがうなずくことはこんな簡単なことはありません。各地を歩いてささやかですが、この夏もお話をたくさんさせていただきました。知らなかったまだ、そうおっしゃる方も大勢いるんです。今もって電気代が高くなったらどうするのですかとか、日本の経済はそんなこと言ってたら破綻してしまいますよとおっしゃる方もいるのです。だからこそ私たちはいつだって初めの一歩から声をかけ続け、声を上げ続けなければいけないのだと私は思います。まるで原発などないかのようにというアンソロジーが福
福島第一原発よりも5、6年前に田中瑞彦さんたちお出しになりました。そして今まるで原発事故などなかったかのように社会の流れを変えようとしている政治の中に私たちは生きている。その恐ろしさを心に刻みましょう。何度でも刻みましょう。時々疲れるでしょうが、でも刻み続けていかなければならないと思います。あの汚染水のダダ漏れ、事故の直後から心ある専門家の方々は皆さんそれを指摘してきた。にもかかわらず参議院選挙の翌日でしたよね。これがこの国です。この国のあるかないかはわからないけどジャーナリズムの現実なんだっていうことを私たちは心に刻まなければならないはずです。経済が基本というならば原発そのものが経済を脅かすものだということにそろそろ私たちは気づかなきゃいけない。いえ、皆さんは十分気づいているんです。気づいている方に本当は私は何も言うことがないのですが、それでも繰り返させてください。今度の国家予算にも原発予算大きく組まれていますよね。どこにお金を使うのか、あの日々にまた戻ろうとしているのです。福島の今に対する対策よりも推進予算が優先されている社会の中に私たちは生きています。先日福島の中学生の方、高校生の方数人とお話をしました。女の子、男の子、いろいろでした。皆さん口々におっしゃいました。私たちは、僕たちは原発を一度も選んでいないんだ。そうです、子どもたちは若者も含め選んでないのです。大人たちは勝手に原発を選び作っておいて、それを私たちにどうかしろというのですかというこの問いかけに一体私たちはどう答えられるのか。勝手に原発作っといて残して先にバイバイ言うなんて人間としてなんと無責任なんだというこの少年や少女たちの声に私たちは一体どう答えたらいいのか。ここにいない人にこそ私は声を上げ続けたい、ノックし続けたい、諦めないと自分に言いたい。第二次世界戦争、結局は戦争を責任問わないまま終わってしまった。そして心優しい多くの人々は一億総ざるねという形を取ることによってどこかで自分を救ってしまったのかもしれない。二度とそれを私たちは繰り返してはならない。私たちは罪を問いかける。私たちはあなたたちは何をした、その結果は何なのか、きちんと私たちの目の前に、何よりも福島の方々の目の前に出てきて、まずは謝罪だろう、第三者のような言い方でダダ漏れ状態を語るような人々を私たちはもう信じることはできないはずです。真冬の郡山の駅で突然肘をつかまれて、言ってください、伝えてください、一人でも多くの人にと声をかけてくださったのは70代の女性です。一人でも多くの人に伝えてください、私たちの今を伝えてください、私たちの今は今といった瞬間次にまた今になる、
私たちにとって原発のあの事故は何一つ過去にはなっていません。ここで暮らす幼い孫たちのことを考えると、落合さん、私息するのがつらいのです。朝布団から出るのもつらい、味噌汁飲むのもつらい。でもこう考えました。こんな悔しさの中で、こんな怒りの中で死んでくのなんて嫌だ。だから戦うんだ。だから声を上げるのだと。彼女の思いと私たち今日ここにおられる方々の思いは一つのはずです。この無念さの中で死ねますか。冗談じゃない。落とし前つけてやろうじゃないかと、突然私はヤクザに変わってしまうのですが、落とし前つけましょうよ。私は長いこと非暴力主義者でした。非武装中立だったかもしれません。最近考えないちょっと変わっちゃいました。武闘派になってやろうとなんて思ってしまう自分がいると、待てよって後ろから抑える私がいるのも確かです。いろんな方がかつて書かれた原発についての本をいろいろと取り組んで、移動の時間が多くて、その時間で、はい、何度も読み返しています。2000年に亡くなられました核科学者で市民科学者と、むしろご自分のことを位置づけておられた高見仁三郎さんは次のようにおっしゃってます。十分ご存知でしょう。でももう一度共有しましょう。ことさらに安全安全ということによって、安全が身につくのではなくて、技術というものの一部に人間の生命を、命を大事にするような思想が自然と組み入れられていかないといけないと彼は言いつけられた。それよりずっと前、坂本さんは1960年に出た本にあったそうです。原子炉には未知の要素が極めて多く、全ての専門家が同時に素人であるという面のあることを忘れてはならない。まさにそうです。素人であったんです。素人がこんな国にすることを私たちは許してきてしまった。また素人集団が集団的自衛権などという言葉を使って恐ろしい国にしていく。テーブルの上で自分の部屋で楽しんでよ、あんなことはと思います。今の方たちに決められていってしまいます。さっきもうあと1分って出てたのが今思い出しました。あと数十秒だと思います。海外のメディアはそれでもいくつかの言葉を発してます。 BBC、CNN、その他もろもろです。その中の一つだったと記憶していますが、本当にそうだよねと思いました。東京オリンピック招致に使う費用をそのまま即時に福島に届けます。求めていきましょう。このまま死ねないよね。時々よれよれになっちゃう時もありますが、そんな時私は自分に言います。絶望だったらいつだってできるんだ。今は絶望なんてしない、後ずさりもしない。ニヒリズムは老後にとっておくって言って、私も老後に来てるなと思ったりするんですけれどもね、絶望をしない、1ミリでも前に進む。おかしいことにはやっぱりおかしいと声を上げていく。それが人であることを忘れてしまったこの国の、あの政権の中にいる人たち、そしてあまりにも長い間悪
の安全安心神話を流し続けた人々に対するせめてもの私たちの人間としての復讐の形なのだと自分に問いかけていくことができたらとても嬉しく思います。お願いです。私も外行って全く違う考えの人たちをノックし続けます。怖い時ありますけどね、正直ね、ずっと腕組みして睨まれてる人が真ん中にいた時、でも時々私そういう時燃えるんです。あいつを変えてやるんだと思った瞬間に私この人生生きてたと思ったりするのですが、どうか一人一人の私たちがそうでない人々、今もって安全神話を生きている人たちをノックする一人一人であるということを大事にしてください。そしてもう一つ、久しぶりに家に帰ってテレビをつけてちょっとのけぞりました。この福島第一原発のガタ漏れについてのニュースも入ったんです。入ったのですが、その直後同じ方が同じトーンで、今年は豊漁、大漁です、海はこんなににぎわっています、これが私たちにとってのジャーナリズムと呼ぶものです。しっかりと何が本当で何が嘘か、誰が本当で誰が嘘か、これはグレーゾーンを考えられるものではないと私は思っています。原発ははっきりと推進か反対かイエスかノーかしかない、その中から私たちが声を上げていきたいと思います。ふざけちゃいました、ごめんなさい、ありがとうございます。本当に日本の両親である、日本の両親、日本の知性の方々がいらっしゃいます。今日は本当にお一人出てお一人退出という感じなんですが、全員でここに出ていただきます。ご紹介します。どうぞ皆様、カフェハウスで、動画を撮っちゃいけませんとか、中継してはいけませんというのがあったんですが、あれはちょっと間違いでした。どうぞ写真、動画、何でもどうぞ撮ってください。
お集まりいただきお疲れ様です。
私は毎週ここで一緒に、首都圏反原発連合の一員としてずっと1年半にわたり声を上げてきています。今日は日比谷からお見えになっている方もたくさんおられると思います。お疲れ様でした。暑かったですね。あのお水とかしっかりありますので、ちょっとずつですけど皆さんで分け合ってぜひ召し上がってください。先週の水曜日、先々週の水曜日です。私は、新宿の南口におりました。実は水曜日というのはここだけでなく文科省というところで抗議行動が行われている日でもあります。文科省抗議行動は何をしているかといいますと、福島にずっと年間20ミリシーベルトの中で暮らさざるを得なくなっている子どもたちを一日も早くそこから逃がしてあげようじゃないか、国は何をしているんだ、そういう抗議を挙げている場所です。その方々が新宿で凱旋といいまして、ここでこういう抗議をしています。皆さんぜひ私たちの意見を聞いてちょっとでも共感ができるようでしたら、一緒に声を上げてほしいということを宣伝する場所でした。私はそこに行って、抗議の場所にいたんですが、残念ながらというか、非常に世の中の方々とのものすごい落差を感じて、正直その 2,3 日このまんま抗議行動やってていいんだろうかと思うぐらい落ち込みました。何かと言いますと、通り過ぎるこんなような格好をしている会社員です。会社員がですね、私の横を指を立てて、これを放送できないかもしれません、指を立てて通り過ぎるわけです。彼らは一体何に対して指を立ててるんでしょう。我々でしょうか、それとも聞いてる方でしょうか。誰に対してなんでしょう。あの指は自分に対して立てれてる指なんじゃないんでしょうかね。知らないということの怖さですね。そしてしばらくするとまた今度は自転車に乗っている髪の長い男性でした。通り過ぎながら頭をくるくる、頭に指でくるくる、これも放送に乗っけていいかどうか分かりませんが、くるくるサインをしながら私の脇を通り過ぎてきました。彼らは一体どんな言語を持って、どんな情報を得て、何を話し何を食べ日々生活をしているんだろう。そのことを思うと私は暗淡たる気持ちになります。福島では先ほどもありました汚染水の問題、それから汚染水からものすごい高濃度の 1.8 シーベルト、 1.8 シーベルトって浴びてる人が死に始めるというレベルのものすごい高濃度の放射能です。そういうものが出続けているのに、その情報を知らないのか知ろうとしないのか私には分かりませんが、とにかく同じ国に住んで同じものを食べている我々が情報を全く持ち合わせない人間と持っている人間の差がそこにすでに現れているということだと思います。なぜ知らないんだろう。先ほどの男性がおっしゃってました。自分で取りに行かなかったらそんなものどこにも転がってないってことなんです。ですけど自分で取りに行かなかったら本当に我々は知ることができないんでしょうか。本当はね、そうでもないんです。テレビある程度見ていて、ある程度の意識のある人間だったらみんななんとなくは分かってるはずなんです。なんとなく分かってるんだけど怖いから見ようとしてないんです。今日はニュースの方が中継してくださっています。それからオリーブニュースさんも中継してくださっています。先週はといってもおとといのことですが、800人以上の方がこの放送をご覧になっています。ここに集まっていらっしゃる方は少ない、だんだん数は減っているかもしれない。でも昨日も今日もおとといもずっとことです。でもここから一歩外へ出たらほとんどの方が無関心、そんなことでいいのだろうかと私は思います。自分のことです。自分たちのお子さんのことです。自分たちのお孫さんのことです。その先の世代のことです。日本を続けていこうと思うんだったら、どうでもいいんだったらオリンピックだ何でもやってください。
私は嫌です。だから声を上げようと思います。滝内みどりです。今日は大江健三郎さんが45分間講演してくださいました。そして小出博夫さんも45分間講演してくださいました。本当に日本の宝というのような大江健三郎さん、日本の父性の大江さんと日本の両親のような日本の宝小出博夫さんがお話をしてくださった本当に画期的な日だったと思います。私の中でもこの今日2013年の9月1日 9.01 が記念日になりました。小池さんが諦めない限り私も絶対諦めない。原発は止まると信じて頑張っていきます。原発再稼働を許さない。